ハレルヤー、ハレルヤー、なかなかやると思って私たちの復元でし、神様に共に賛美を捧げていきましょう。だんだんと収束しつつあります。私たちの生活も戻りつつあります。
そして主がいつも私たちと共におられ守ってくださったことに感謝いたします。このままこの波水が収束し、一日も早く私たち子供たち一人一人が一緒にここに来て礼拝をする時間を与えてくださることを期待します。しかし私たちはこの1週間もさまざまな罪を犯しました。嘘をついたりお友達と喧嘩したこともあったでしょう。今この時間悔い改めます。イエス様の十字架の血潮で洗い清めてください。今から聖なる御言葉を聞きます。語られる御先生を主が覚えてくださり、この時間祝福と恵みで満たしてください。この時間イエス様に期待します。子供たちが礼拝と御言葉に集中してイエス様と出会う時間へとならしめてください。イエス様の皆によってお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。はい、1人でも3人でも私と何やと集まるところに私もあなた方と共にいますってイエス様は約束されました。このイエス様が共におられると信じます。みんなハレルイエー、ハレルイエー。おー、素晴らしい。はい、じゃ聖書を開きます。マタイの福音書、今日は11章29節の御言葉です。マタイ、はい、そうですね、1番目またいまるこ、またい11章29節、新約聖書の一番最初。大きな声で一緒に読みますね。せーの。私は心を優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。マタイ11章29節。はい、もう一回大きな声で言いますよ。せーの。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。マタイ11章29節。アーメン。はい、じゃあみんなきれいにビシッと座って、今からイエス様を礼拝する時間。はい、そうですね。はい、じゃあ今日のメッセージは、この下の英語をジフン君呼んでくれますか。 What would Jesus do? そう、 What would Jesus do? イエス様ならどうされるだろう。はい、じゃあ告白しましょう。せーの。イエス様ならどうされるだろう。はい、じゃあ少し前に、まあ、結構前だね、先生が学生時代にアメリカでWhat would Jesus do? っていうこのブレスレットがクリスチャンの間ですごく流行ったんですね。欲しい、先生1個ちょうだい。いい、先生も欲しいか、ちょっと見てみるね。よく聞いてね。じゃあこれはアメリカのクリスチャンたちが手につけてたんだけど、アメリカのスポーツ選手もクリスチャンがつけてたみたいなんだけど、どういうことかっていうと、さっきも話した What would Jesus do? イエス様ならどうされるだろうっていう意味なんだけど、手につけながら何かがあったときに、こんなときイエス様ならどうされるだろうって考えて自分が行動するため。わかる？ここの手につけながら、何か例えばお友達と喧嘩したとき、いつもの私ならすぐに怒るけども、ああイエス様ならどうされるだろうってまず考えて行動する、そのなんだろうね、ムーブメントみたいなのがすごく流行ったんだけど、だから先生も大学生の時に持ってたんですね。先生も手につけてたんですけど、いつも自分が何かをする時にまず一番最初に、こんな時イエス様ならまずどうされるだろうって考えて私も行動したいなって思ってみんなつけてました。小学部でも欲しいですね。みんな先生ちょっと調べてみますね。私も欲しい。欲しいね。みんなでつけよっか。いいね。早すぎ。でもいいことだからね。はい、じゃあ次みんなしっかり聞いて。だからじゃあ皆さん、こんな時イエス様ならどうされるだろうって考えることが大切なんだけど、じゃあみんなイエス様がどうされるかっていうのは、イエス様についてみんながよく知ってないと、こんな時イエス様がどうされるかって考えるのは難しいと思います。
例えばみんなが全く知らないあそこにいるお友達がこんな時どうすると思うって聞いてもみんなは絶対にわからないよね。でも例えばみんなが一緒に暮らしてるお父さんとかお母さんのことをみんなはよく知ってると思う。悪いことをしたらお母さんはいつも怒る、それはダメだよって言うよね。だからお母さんは今こんな時どうするだろうって考えたら怒るからやめとこうって言ってみんながやめれると思う。だから同じようにイエス様ならどうされるだろうって考える時に私たちはまずイエス様がどんなお方かっていうのをしっかりとみんながまず知らないといけないと思います。じゃあ例えばみんなのイメージでイエス様ってみんなどんなお方ですか？みんなが思いつくのでいいよ、言ってみて。優しいお方。優しいお方、素晴らしい。はい、全能の父。そうだね、素晴らしいお方。他何かありますか？神様の子供。その通り。神様は死ねない。死なない、そうだね。永遠に生きておられる方。例えばイエス様の性格はどうかな、みんなどんなお方かな。はい、なんか罪、誰かの罪を犯してはなんか神様を信じてると許してあげる。許してあげる、そうだね。罪を犯してない。そうだね、イエス様は罪を犯さない、素晴らしい、その通りです。はい、じゃあみんな今から大事な話をしていくんだけど、さっきもお話しした通り What would Jesus do? イエス様ならどうされるかなって、みんながこれからの人生で何か問題があった時、学校にいる時、お家にいる時、どんな時でもまず一番にそのことを考えてほしいんだけど、じゃあイエス様がどんなお方かっていうと、あるところにすごくすごく嫌われてる、みんなから嫌われてるザーカイさんっていう主税人、知ってる、知ってる、みんなから税を取り立てる主税人でした。でもザーカイさんは、そう、背が低い、素晴らしいね。ザーカイさんはみんなから少し、なんだろう、不正をして、なんか悪いことをしてお金を多くもらったりして、みんなからすごくすごく嫌われてました。でもイエス様はそんなザーカイさん、みんなが大嫌いなザーカイさんに、ザーカイってお話しされて、あなたの家で食事をしようねって言って、ザーカイさんのお家で共に食事をされました。優しい、優しい、そうだね。イエス様はみんなが嫌いな人も同じように愛される愛のお方、優しいお方。だからもしも学校で仲間外れにされてるお友達がいたら、みんなはどうするのかな？一緒に遊ぶって。そう、お友達になってあげる。イエス様ならきっとお友達になってください。仲良くなる。そう、イエス様はみんなとお友達になってくださるし、みんなを愛してくださるお方。だから私たちも、神様の子供たちである私たちも、イエス様と同じように一人でいるお友達を見つけたら一緒に遊ぼうって言ってあげる、一緒の友達になろうって言ってあげる、素晴らしい神様の子供になってほしいと心から願います。また聖書を見たら、すごく悪いことをして、神様の旧約聖書で定めた律法、法律、神様のルールによれば石で打たれて殺されるのが正しかった、その女の人がいました。でもイエス様はみんなが石を投げてその女の人を殺そうとしているところに、イエス様は、私はあなたを罪に定めません、罪のない人が石を投げなさい。イエス様はその、神様の前で悪いことをしてしまった人を守ってくださったんですね。だから愛する小学校のみんなはどうか覚えてほしいのは、何かみんなが友達と喧嘩したりとか、みんな学校にいる時とか、いろんな問題がこれから起きると思う。またいろんな壁にぶつかる時があると思う。そんな時にみんなはいつものみんなの考え、思いで行動するんじゃなくて、こんな時私たちの信じるイエス様ならどうされるだろうってまず考えて、どうか神様が喜ばれる選択をしてほしい。そうするときに今日の聖書の御言葉であるよね、私から学びなさいって、そうすれば魂に安らぎがきますって。イエス様がみんなのすべての苦しみとか
重荷とか辛さを全部背負ってくださったから、みんなが完全にイエス様の喜ばれる人生を生きるとき、みんなの心はいつも喜びでいっぱい、いつも感謝でいっぱい、いつも幸せであることを信じます。はい、安らぎってどういうこと？安らぎっていうのは心が騒がしくない、心の中がいっぱいモヤモヤしてしんどい状態じゃなくて、心がなんだろうね、水の波が静かなように穏やか落ち着いている状態、だから心がしんどくない状態。イエス様の中に私たちはいつもイエス様を信頼しているから、心がいつも平安安心安らぎ幸せな心を持っていると信じます。イエス様がどんなお方か、さっきもお話ししたけど、みんなが嫌いなザーカイさんとお友達になられて、みんなが殺そうとしているその人を守られて、聖書を見たらイエス様についてもっともっとたくさん書いてるんだけど、簡単にまとめてみたらイエス様は優しいお方、イエス様はいつも許されたお方、イエス様はいつも神様に感謝を捧げられた、またイエス様はいつも神様に祈られた、またイエス様はいつも謙遜、私は偉いんだって偉そうにされたことは一回もありません。イエス様はいつも低く低くなられて、自分を低くされた。だから愛知小学校の皆もいつも私は偉いんだって偉そうにするんじゃなくて、神様が使えられたようにみんなも使える子供たちになってほしい。またイエス様は愛のお方、イエス様はいろんなところに愛を示されて愛を与えられたお方、またイエス様はいつもイエス様のいるところに人々が喜びで満ち溢れたように、みんなのいるところがイエス様の愛によって喜びに変わってほしい。またイエス様は分かち合う方、みんな覚えてる、5つのパンと2匹の上でイエス様はどんなことをされたか。イエス様は少年のお弁当一つで何千人もの人々をお腹いっぱいに満たされました。だからみんなももしお菓子を1個持ってるなら、自分を1人食べるんじゃなくてお友達に1個あげるね。分かち合う心、分け与える心、イエス様のように分け与える心を持つことを心から願います。アメアメ。神様が喜ばれる私たちになりましょう。アメアメ。イエス様ならどうされるんだろう、イエス様ならどうされるんだろう、こんな時イエス様ならどうされるんだろう、いつも考えて行動する、愛する小学校の皆になりますように、心から祝福します。久しぶりに告白しましょうか。私たちは神様の光の子供たち、私たちは神様の光の子供たち、私たちは神様の光の子供たち。アメン。はい、先生がお祈りします。愛する神様、感謝します。今日はイエス様ならどうされるかな、イエス様ならどうされるかについて神様の御言葉を聞きました。イエス様はみんなが大嫌いなザーカイさんを愛されて友達になられました。またイエス様はみんなが罪に定めて殺そうとしているその会員の現場の女を許され、守られ、愛されました。どうか愛する小学校のみんながどんな時でもこの世の中の考えではなく、神様が喜ばれる考え、選択をすることができますように、聖霊様助けてください。どんな時にでもイエス様ならまずこんな時どうされるかな、一番最初に考えて行動する愛する小学校になりますように、主よどうか働いてください。来週も元気な姿で共に神様を礼拝する時間となりますように、1週間も健康を守ってください。すべてを感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを大きな声で告白します。せーの、天地を